こんばんは。6時のニュースをお伝えします。愛知県で7日タクシーに乗車した男が強盗未遂の疑いで逮捕されました。男は路上でタクシーを捕まえ、タクシー運転手に強盗しに行くから愛知銀行白金支店までと、まさかの強盗宣言をしてタクシーに乗車した模様。これを聞いたタクシー運転手がすぐさま警察に通報。白金支店にタクシーが着き、男が車を降りたところで待ち構えていた警察に取り押さえられた。逮捕されました。これに対し警察は、ここまで頭の悪い強盗犯は初めてと語っていました。続いてのニュースです。今日、奈良県柏市のドラッグストアでヘアアイロンなどを盗んだとして無職の男が逮捕されました。逮捕されたのは柏市に住む無職の太田義彦容疑者48歳。太田容疑者はヘアアイロンをあくまで使用で使うためドラッグストアで盗みを働きましたが、店の外で店員に声をかけられ逮捕となりました。なぜこのようなものを取ったのかという警察の問いに対し太田容疑者は、何がおかしい失礼しました、何がおかしいと少し怒っていたとのことです。以上、ニュースをお伝えしました。